おつおつです。赤です。今回はバケコチャレンジで、インフェルノをバケコソロで、やっていきたいと思います。まあ、今回協力もできるみたいなんでね、誰か友達とかいれば、一緒にやれるとかなりいいサクッといけるのかなというような印象を受けました。まあ、でもソロでもね、そこまで難しいイベントではないので、全然問題なくいけるのかなと思います。はい、では早速いっていきます。で、これ開幕ね、まあ、S2 を円を描くように打ちながら雑魚敵を排除していくようなイメージですね。まあ、ミノに専念できるようにというような感じなんですけれども、まあ、雑魚敵がわちゃわちゃ湧いた状態でミノと戦うとね、割と被弾をしてしまったりするので、ミノに専念するためにね、僕はそういう風にしております。あとは、まあ、パペットが出てくるんで、まあ、パペット地味にね、斧とか投げてきたりするんで、ちょっと優先的に狙っていった方がいいかもしれないですね。まあこんな感じで弧を描くように S2 を打っていれば、一面の雑魚敵はサクッと倒せるんですけどね。で、2面、手前にいい雑魚キャラがいるので、このチャージショットとかを駆使しながら SP を貯めながらバフォに向かう感じですね。バフォ S22 回で沈むような感じにはなってるんですけれども、まあね、 SP なくても S2 を使いながらバフォに向かえば雑魚キャラはもうほとんどいないので、普通に通常攻撃とかで S2 打てるまで SP を貯めて打てば問題なくバフォは溶かせるかなと思います。まあここら辺のキャラはね、もう皆様も慣れた敵キャラだと思うので、このね、アクアとかは遠目でチャージ打ってれば、まあ、被弾せずにね、安全に倒していけるんでね。で、まあここサクッと湧くんですけれども、湧いた瞬間通常 2,3 回タップすれば雑魚敵サクッと倒せるんでね、サクッとというか周りにいる敵巻き込んで倒すぐらいなんですけどね。ここら辺もまあね、ゆっくり倒していくような感じで問題ないかと思います。ボス面なんですけど、最初ね、わちゃわちゃ敵キャラが湧くんで、ここ S22 回くらい打てたらよかったんですけどね、ちょっと SP 管理うまくいかなくて S2 開幕一発しか打てなかったんですけどね。こういうのがね、ちょっと被弾すると危ないんで、ちょっと避けながら、あ、今食らっちゃいましたね。まあでもわちゃわちゃしてでもそこまでね、焦らず1面2面で被弾してなければね、ボス面でまあ9回被弾するぐらいな勢いで行っても全然問題ないかなと思うのでね、こうやって S2 をメインでね、使っていくような感じですね。で、今回ウッフォがちょっと厄介だったんで、厳重特攻 30% つけているので、ウッフェの削りが若干早い感はあるんですけれども、 30% 持ってなくても 20% とか 10% とか持たせるだけでも削り方だいぶ変わってくると思います。まあ、バフォメントはね、本当に S22 回で溶けてくれるんで、そこまで意識せずにわちゃわちゃ湧いてくるウッフォとか、ウッフォと一緒に湧く雑魚敵を意識しながら戦った方が、被弾10回はクリアできるかもしれないですね、サブミッションが。まあ、こんな感じで、ちょっとサクッとした動画なんですけれども、インフェルノバケコソロで行ってまいりました。何かこここうした方がもっと早いよとかあれば、コメント欄もしくはツイッターなどでご意見お待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。あとチャンネル登録もしよろしければしていただけると嬉しいです。どうもご視聴ありがとうございました。赤でした。